せーの、おかえり、ただいま、まつりっちです。よろしくお願いいたします。はい、今日は家族で、魚料理をしてみたいと思いますっていう動画です。今日は家族で魚を釣ってさばいて料理する動画です。最後まで見ると、あ、今日の夜魚にしようかなって思うかもね。ということで、パパとママに魚を釣ってきてもらいます。で、私がさばきます。で、弟が料理します。そういうことね。はい、で、家族全員で魚料理作ろうっていう、ほんわかした動画です。よろしくお願いします。まつりんち、大阪府泉南市の海上釣り堀大パに来てます。今からお魚釣り頑張るぞ。イエーイ、釣れるかな。はい、まずはこの笛に乗って、釣り堀まで行きます。まだかな、まだかな、早く釣りたいななんか旅行番組みたいな感じだね。あ、着いたじゃん。そう、5分ぐらいでね、着きました。おお、早っ、はい、さあ、早速釣ってます。これ釣れたんかな。ちょっとね、この時寒かったんですよ。それへんな、ちょっと機嫌悪くなってきました。ちょっとね、もうそろそろ釣れなかやろうと思って。お、釣れましたよ。釣れてるやん。はい、そう、引きましたね、これ。何かな、何と思う、これ。タイ、タイタイタイだ。タイよね。タイ、はい、タイ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 。あー、やっと一匹目釣れましたね。よかったね。怖い顔してましたよ。だいたいタイこんなんやろ。お、もっと釣れてるやん。そう。お、ちょっとね、連続でね、ポンポンって釣れたんで。お、嬉しかったです。よかったね。あ、またタイ。またタイ。タイばっかり。釣れたからね。よかったですね。釣れへんかったどないしようと。あ、もう帰るみたいですね。早かった。楽しかったです。あ、よかった。また旅番組みたいな感じで。はい。よかったですね。なんかいい感じやろ。とっただ棒読み。おもろ。はい、ママたちが帰ってきました。さあ、釣れたかな。じゃ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 。お、大量やん。お、タイとヌメってますね。でっかいやん。あ、いいやん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 。と、サクラマス。お、マス、マスってことはサーモンってこと。お、ありがとうございます。え、何匹合計で釣ってきたん。タイが12匹。お、サクラマスが2匹。おお、これだ。じゃあ、ここからは、私にバトンタッチしてもらいまーす。臭いです。あ、臭いかな、とこ。さばいていく。はい、じゃあ、こちらのサイ、サイ。サイ？あ、サイはさばかへんの？サイじゃない、タイ。なんか、鱗取るの、しゃもじでやったら飛べへんって。そうそう、鱗飛べへんって。聞いたことある。うろこ取り一応あるんやけど、しゃもじで一回やって。一回やってみて。あ、これで。あ、取れてきた。ああ。あ、固まって取れる。おお。あ、すごいやん。いいやん。ほら、こうやって。もや。飛ばずに。飛べへんな。すごいやん。だっていつもさ、あれでやったらさ、ほら、めっちゃうろこだらけになるやん。うん。あ、すごい。え、身までいってないやんな。いってない、いってない。ほら。え、すごいやん。すげえ。はい、じゃあ内臓の方さばいていきます。苦手な方はスキップしてください。苦手じゃないよって方は見てください。内臓の方取り出していきます。え、変なの出てきた。
気持ち悪い。あんた気持ち悪い。あんた変なような気持ち悪いわ。失礼いたしました。続きをやります。頭を落とします。よし、失敗しましたね、多分ね。ギリ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 。これで三枚おろしになってますね。で、もうこれはアラなので今回はもう捨てちゃいます。すごい身がボロボロだった。下手くそなんバレるやん。よう見まねやん。はい、できました。ウェイウェイ。マツリンチ。はい、では本日の食材こちらですね。でで、桜マス。じゃあこちらをさばいていく。全部怒られる。じゃあ今回はこちらの普通の鱗取りで鱗取っていきますね。はい、じゃあ桜マスの方さばいていきまーす。入ってもうさっき動画見た回あるで。よかったな。もう完璧にさばけてん。じゃあ三枚おろししていきまーす。ちゃんとサーモンや。ピンセットでここを取れということなのでピンセットで取ります。はい、ということでさばけました。ちょっとね、身がねボロボロになりつつも身残ったのでこれでよしとしましょう。じゃあ次。はい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 。はい、リュウくんにバトンパスしまーす。お腹すいた。とりあえずお刺身。じゃあこれも酢飯用も作ってあるのでお寿司を作りたいと思います。なお寿司って何作ろう。ギュッです。ギュッギュッギュッ。オッケー。はい、ぽいよ。タイのお寿司できました。こんな感じです。他も早作れ、他も早作れ。踊らんでええから、はい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 、よく作れちゃん。それではね、今からサーモンのカルパッドを作ろうと思います。カルパッチョね。カルパッド作っていきたいと思います。サーモンのキュウリカルパッチョの完成です。イエーイ。はい、
お次は何ですか？タイの唐揚げです。わらび餅ですね。わらび餅みたいな。じゃあタイの唐揚げですね。はい、こういうのはね、あの皮の方から入れていただいたらいいと思いますね。そうなん？知らん、知らんけど。はい、お次は何でございますか？サーモンのムニエルを作っていきたいと思います。ムニエルでございますね。はい、こちらではね、タイの塩焼きを作っています。もうパパにね作ってもらって、あの動画も撮ってもらいましたね。あ、美味しそうに焼けましたね。あ、もうお腹がすきました。もう食べましょう。お寿司と、お寿司、タイの唐揚げ、唐揚げ、サーモンのカルパッチョ、カルパッチョ、サーモンのレモン和えですね。あ、トロサーモンとかね。トロサーモンね。はい、こちらがサーモンの、お寿司、お寿司ですね。はい、これがお刺身となっております。そしてアラですね。アラ、ありがとうございます。ありがとうございます。パパがサーモン釣って、ママがタイを大量に釣ってきたのね。よっ、タイマスだけに。じゃあママから何食べる？まずお寿司。はい、どうぞ。おいしい。唐揚げ食べていい？唐揚げ。いただきます。今から、家族4人でこれを全部食べようと思います。ちなみにですけれども、今日の箸置きは筋肉マッチョの箸置きです。せーの、いただきます。いただいてます。今日の祭り一図鑑、魚はうまいよ。うん、